お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら、高回転ゴブドリ、U のゴーストバージョンをやっていきたいと思います。もう今、ゴブドリめちゃくちゃね、流行ってまして、だからいろんな形がね、ありまして、そのうちの一つでこの U のゴーストバージョンがありましたので、まあ、今日はこれでやっていこうと思うんですけど、なんかダックプリの人もいたりだとか、普通にね、ウォールブレイカー、バルキリーの、形もあったりだとか、ロケット星が入っていたりだとか、ここの2枚ですね。別に何でもいいです。ここのね、下4枚とスケファイスペアあたりは固定で、左上の2枚は本当にね、何でも、メガナイトとかでもね、全然いいんじゃないかなと思ったり、まあ、プリンスとか、まあなんか本当にね、何でも買いが効くと思ってますので、まあ、ヒーラーとかにしても、まあ、面白いっちゃ面白いかもしれないんでね、本当に自分の好みの2枚を入れて、ぜひやってみてほしいかなと、思います。まあ、高回転っていうのがね、大事かなと思うので、あんま重いのはね、おすすめしません。メガナイトぐらいなら。メガナイトも重いか。というわけで、本当にただただ高回転でドリルを飛ばしていくだけですね。この環境、まあ、あと2シーズンから使えますので、まあ、今の間にね、触れておいて、使えるようになっておいて損はないと思います。さあ、ダークプリンスの登場ですね。ダークプリンスは、ゴブドリーに対しての結構なメタカードなんですけど、回転ですね。僕の方が回転が絶対早いので、僕の次の2周目のね、ゴブリンドリルですね。次回ってくるんですけど、これに対しては、相手がね、多分間に合わないんですよ。とりあえずテスラを置くんですけど。で、ここはね、正直攻めたい。正直攻めたい。今、相手ダックプリサイドいるから、このゴブドリの受けは絶対きついんでね。ここで攻めてあげて、スケとか、ファイスピとか、小物でね、スパーキーはいい感じに対応できたらなと思います。さあ、エリババ来ましたね。さあ、ファイスピで内側に寄せつつ、テスラでね、しっかり処理していきます。で、ゴブジェがこれ殴ってからスケ出すと、スケがやられないですね。あとは、このゴーストとボンバーの範囲攻撃をうまいこと使いながら、ボンバー残ってほしい。あー、おー、でかい。さあ、ここは、ダークプリンスがいるんですけど、まあ、裏に飛ばしてあげると、このボンバーにも対応しないといけないので、これ、ダメージ入りますよ。さあ、ザップ使いました。で、ここはね、ダックプリで押されます。次ですね。この次の、ドリルを通していくっていうような感じで、まあ、ほんとサイクルサイクルでね、回転範囲のを生かして攻めていければなと思います。今回、てか、ゴブスパのね、エリババっていうのがね、やや厄介。しかも、エリババダックプリなんですよ。陸超豊富なんですよね。ここ、まあ、ケツスパ来たらその逆サイドね、ぶっぱしていきたいなと思いますね。さあ、スパーキー来たので、ゴーストね、飛ばしていきます。これには、エリババなのか？これなんで対応してくんだね。さあ、メガゴーでテスラを置きます。テスラマジで強いんでね。テスラで守って、ここでドリル飛ばすと、相手はね、防衛にコスト割かないといけないので、スパーキーの形をね、あまりこう、綺麗な形が作れないなんてことがよくありますので。さあ、スケとかでね、受けつつ、言うのが行かれちゃった。まあ。さあ、スパーキーがちょっと強いね。強いんじゃない君。さあ、これテスラを延命してあげたいので、ボンバーがいかれたんですけど、テスラ延命できたんでね。いいでしょう。言うのとかでプレッシャー与えていきます。まあ、防衛が勝てですからね。攻めであんまダメージ入ってないなと思うかもしれないんですけど、これケツスパ。いや、ですよね。いや、ボンバー行ってもよかったかもしれないけど、まあ。これ受けてくれたの美味しい。で、テスラ置いての繰り返しかな。基本的に常に防衛はテスラですね。本当テスラ置いてから考えればいいと思います。で、今の間にちょっと攻めれそうだなって思ったら飛ばしたいんですよね、ゴブドリを。本当はね。さあ、スケでクッションもやりつつ。で、ザップ来たように、来てもいいようにゴーストとかね、添えてあげて。で、このね、有能ゴーストで陸でも攻めれますので、ゴブドリで攻めるんですけど、こうユニットでね。やばい！はいってね、ナイス。汗。やばい。おい。危ない。さあ、ここはね、ケツスパーキー被るよ。逆サイぶっぱしちゃって、これ強いですからね。このユニットの攻めね。ゴブドリが通んなくても、この U のゴーストでね、プレッシャーをかけられる。さあ、エリババ突破した。熱いんじゃない？で、あっちに防衛コスト咲かしてるので、ここのスパーキーは美味しくね、防衛できますよっていうのが、まあ、このデッキのね、圧倒的強みでございます。よいしょ。さあ、フィーバーです。で、ここで、片サイド行くと、またスパーキーとか行かれるんで、両サイド振っていきます。さあ、これね、エリババ受けですね、相手。絶対。よいしょ。さあ、ファイブも欲しい。
はい、ご無事受けでした。絶対ではなかったけど、はい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 、ゴブジャイが帰ってきましたね、相手陣地に。これね、なんかゴブジャイじゃなくてもよく見るんですけど、そのゴブドリ飛ばした時に、相手がね、ああいうの、なんかユニットいて、ジャイが後ろに帰ったりだとか、ロイジャイが後ろ向いたりだとか、エリジャイが U ターンするとか、あるんですけど、まあ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 、時間稼ぎにも使えそうですね。さあよろしく。なんでこう、陸で攻めるの好きな人とかね、めちゃくちゃ楽しいと思いますよ、このデッキ。言うので、なんかね、追加して突破したりだとか、両サイド振って振ってがね、あるので、さあ、今回の相手はラバッチャンでございます。まあ、ラバッチャンはね、ちょっとだけ、きつい。うわ、スキブ10。スキブ10の人なんかいる？めっちゃレベル低いっすね。さあ、これは、さすがに勝ちたい。インドラにはマスケでね、時間稼いであげて、本当はここでゴブドリとかあるとね、より時間稼ぎ優秀なんですよね。さあ、まあ、端前言うので、インドラはね、竹ちょうど外れるし、ファイスピでね、パピーも処理しながら。いや、テスラが、いや、マジで、テスラ強すぎて余裕で守れちゃうんですよね。さあ、ここでプレッシャーかけていきましょう。で、両サイドは守んないといけないんでね。あれ、ファイブ落ちてー。どうせ自陣で5打つからなとか思ったけど、ファイスピーやったからいらなかったかもしれないですね。今回の相手は、ラバー、インドラ、ガゴムレ、ギャング、スケアミ。まだバルーン、ディガーとかありそうですけどね。で、ヤナアメとか、なんかそんな感じの編成ではないでしょうか。すごい小物がいっぱいなんでね。僕のファイスピーはね、結構大事、活躍してくれるんじゃないかなと思います。このスケルトン部隊もね、やだね。ゴーストぐらいで受けてあげようか。さあ、このゴーストがね、おー、空振ってる、空振ってる。さあ、これね、ドリルとテスラで、いい感じにね、守れねえかな。おしゃれすぎ？このテスラ。さあ、ワンチャン金起動できねえかな、これ。金起動これさ、ワンチャンない？でも、金起動したとってさ、やばい。あれ、でも、内側に寄せてからの内側に寄せる技で、逆サイドに持っていこうかなとか思ったんですけど、いや、いらないですね。普通にファイボとファイスピで。おい、ナイス。いや、いいボーイ。いいボーイしてんな。さあ、相手陸で、これで細かいのを咲かせてから、回収して、いい感じにね、ゴブドリさせていきたいな。って思うんですけど、なかなかちょっと攻め通すの難しそうですね。ギャングとスケルトン部隊がね、結構厄介なところにいますね。これドリルでさ、バルーン先行させてえな。いや、先行してくれねえか。で、これ本当はね、バルーンもっと延命しなきゃいけないんですよ。さあ、バルーンじゃない、テスラをね。ライトニング使ってくれた。いや、いいね。いや、マジで防衛、マジで勝て。で、スケブとギャングどっちか、両方裂いたらチャンスです。両方、裂いた。ここに、絶対、にゃー、無視。さあ、10秒。やばい、ライトニングだったな、これ。もっと上にしとけばよかった。これでも、ライトニング打ってくる読みで、攻めます。いや、ガゴムレ来た。これ勝ったんじゃね？間に合わないよね。オーケーオーケーオーケー、ナイスっていうね。対空マジでテスラだけなんですけども、そのテスラをできるだけ延命ですね。テスラがやっぱ簡単にね、壊されてしまうと守れなくなってしまうので。さあ、よろしく。あ、ゲームフレークみたいな、コーンフレークみたいな人。これあれ、エレジャイ、とかゴレとか、まあ大型しか使ってない人だと思います。多分エレジャイボンバーだと思いますね。なんかエレジャイタルババがね流行ってた時に、この人だけずっとエレジャイボンバー型でやってたんですよ。さあエレジャイですね。間違いなく。で、インドラではなく、メガゴ型。これ攻めとるねとかワンチャンちょっと来ますよね。さあ、舞台にされたくないので、オッケー。あ、舞台にされちゃった。やばい、逆行く。そんな気がした。これは近畿道。ってことは、今ぶっ破したいよね。いやー、うプリンスだ。さあ、いや、ボンバー。あー、やばい。なんか、とりあえずピンチっていう言葉がね、世界一この状況に合います。エレジャイプリンスのボンバーですね。プリンスがなんか厄介。メガゴか。あー、メガギャン軍ですね。この子が僕のね、ユニット全てを破壊していくのが、ちょっとだけ嫌ですね。まあ、エレジャイなんで、エレジャイ自体には、まあ、相性が悪いわけではないんですけど、ちょっと嫌ですね。なんか、プリンスメガコか。あんまない形ですよね。さあ、テスラ置きます。これ一個ずれたのは、死。
で、ライトニング、メガゴ、マザネク。マザネク来たら速攻5地帯ですね。で、一応ライト来たらゴブドリもあるので、カバーができるっちゃできます。で、ここでなんか絶対追加がよく来るんですよね。さあ、トルネード。いや、いいボンバー。あれね、めっちゃ強いよな。でも、ユーノが走るよな、これ。いや、これでダメージ追いつかれるのやばい。これ走れ。ナイス。いや、これ右サイド行くのと左サイド行くのばっか迷いますね。同サイドでユニットやっぱ固められるの嫌なので、こうちょっと逆サイドにね、ちょっかいかけていきます。テスラを一応。さあ、これ左側今プレッシャー与えたいっすよね、僕は。ん?こうやってやってね、その。これいっぱいいるよ。ダックプリで前も受けないといけないでしょ、あなた。っていう思いもあるんだけど。さあ、ちょっと攻めすぎぐらいでいったので、ここ頑張って守りたいですね。うん。で、これ後ろになんか、わあ、いいトルネだ、いいトルネだ。いや、耐えれるんじゃない。耐えて耐えて。いや、耐えた。熱い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 。これを激熱。いや、危な。いや、今よく耐えましたね。そして逆サイドの、あの物販もね、いい攻めでした。ゴブドリプラスのね、ユーノゴーストで攻めれるのも、このデッキの強みでございますね。本当に。ナイス !41。さあ、よろしく。ノボおい、B ラット。これでも偽物っぽいな。あ、B ラットっていうプレイがいるんですよ。僕はラットっていう名前でやってるんですけど、B ラット。いや、でも B ラットデッキ使ってる。いや、本物なのかな。いや、なんか、あれなんか、わかんない。アイドル好き。なんか、ただのその人ファン説もあるけど。え?何その受け。ちょっと待って待って。そんな受け方あんだ。逆サイ刺さってんだけど。え?ね。ホグライダーで、ドリル受けてくる人初めて見ましたね、ちょっと。いいんじゃない?この両サイド攻め。おい。ナイス?さあ、めっちゃ入ってるけど、大丈夫これ。もうなんか、あれワンパン?あ、出た。あの、これ、端前マスケをぶっ刺す、よく 2.6 ホグ使いがやってくる技ですね。マスケホグで、マスケをホグで押すんですよ。そしたら、マスケがね、タワーを殴ってくれるっていう、ターゲットるっていうね。マスケを通すホグの技ですね。これ、もう、勝ちましたね。グッドゲームですね。いや、火力高いな。ドリルがね。さあ、ゴースト流してからの、このね、何にタゲ取ってるか非常に分かりづらい。さあ、対戦相手は諦めていく。ナイス。OK。というわけで、多分偽物だと思うんですよね。スキター、よろしくお願いいたします。初手ファイスピもね、意外と強い。おい、来た。ってことは、ミラー的な、あの、ほぼ同じ系統の対決は全然あり得ますね。いやー、そうです。ほぼ一緒です。で、相手にウォールブレイカーが入っていたりだとか、まあ、多分僕のこのゴースユーノの枠はね、バルキリープラスのウッドとかがね、やっぱ多いかなと思うんですけども、どんな編成だろうね。これゴーストにスケを出さないといけないよ、相手。うえい、ゴーストが入る。え?トルネガとか。あー、マジアチャウォールブレイカーだな、そしたら。マジか、ちょっと嫌だな。マジアチャ?マジアチャがってちょっとだけ嫌ですよね。いつ射抜いてくるか警戒しないといけない。マジアチャウォールブレイカーディガーのドリル型だと思います。ウォールブレイカー、あれウォールブレイカーいると思うんですけど、あとはこれトレネで近起動してくると思うので、それを誘って事故らせます。いや、いい受けです。あー、でトレネでゴブリン近起動されるかな、これ。いや、いい近起動されなかった分。いや、しかも、え、滝良すぎん。今ので、今めっちゃいたわ、相手のユニット。今までそんな削れるか。さあ、で、相手もドリルで、ドリル系はゴーストとボンバーって感じかな。ウォールブレイカーとかいんのかな。もう一枚攻めがあってもおかしくなさそうな編成には見えるんですけど。さあ、回転範囲でね、僕、積極的に攻めていきましょうか。で、このファイスピが入るのはマジしょうがないですね。どうにもできないです。で、裏に飛ばしてからのマイユニット追加がね、強いですね。これでなんか結構事故るんですよね。いきまーす。ぽい、ナイス。
いや、これマジで強すぎ。これえぐいっすよね。今だってダメージ入りすぎ。これ近畿道はしてこない。これはちょっと嫌ですね。この相手のユニットの位置が。ちょっと5打って、このボンバーを残したい。オッケーオッケー。このボンバーを残すことによって、事故ることはなくなりますね。これ多分、裏にバルキリーとか来そうなんだよな。相手の前。いやですよね。そんな気がしました。さ、いいフェイク。一発も入らないですけど、まあこう、前と後ろにね、揺さぶっていくのは結構大事かなと思います。で、最強テスラ置いとこう。テスラ置いとけばマジで事故んねえからな。スメファイバーも来るかもしれないんですけど。そうですね。いや、マジテスラ最強。いや、マジか。これ、逆サイだったな、言うの。俺多分もうね、右サイドバカ警戒されてるんですよ。もう左の方がすげえダメージ今通ってるんですけど。で、攻め5を来るかも。うん。さあ、で、ちょっとね、うわ、いい5。よいしょ。痛い。両サイド攻めていって、スケで受けてくる。トレネで近畿道。いやー、ちょっとだけ怖くなってきたよ。ちょっとだけね。テスラ置こうか。安心安全なテスラ置いて、ボンバーとゴースト両方出してあげて、ファイスピー受けるでしょ。あ、OKOK。これは今のトルネはちょっとやばい。さあ、いきます。カウンターです。すべてをこれ止めてみなさい、あなた。無理です。絶対無理です。何かは通るはず。うっ、あ、やばい。芝ファイブした。うん。いやでもここでドリルの確定ダメージの30ぐらいを入れて相手に防衛をさせると次の、おい、ナイス。なぜか隙間から殴るゴブリンですね。おじいじというわけで、こちらね、高回転ドリル、まあもともとはバルキリーウッドだったりバルキリーウォールブレーカーだったり、まあいろんな形があるんですけど、バルキリーロケット押しだとか、もう本当に好みの形できますので、自分なりにアレンジしてぜひやってみてくださいというわけでおります。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いいたします。ではお疲れちゃんでした。またね。